おはようございます。おはようございます。さあ今10時に旭山動物園に向かいます。はい、あと15分ぐらい。近いね。うん、天気は予報通り良くないね。ちょうど良かったんじゃない。だから動物園で、そうだ ね行ってみましょう。開園の前は良かったね。すごいね。もはやこれは動物園か雪山じゃんか。すごい広いね。もうなんか雪に埋もれちゃって何があるかわかんないな。ソフトクリーム屋があるじゃん、食べないと。横断してあちら向かってください。横断して向かってくださいよ。はい、どうぞ。横断して結構ですよ。はい、こちらを横断して結構ですよ。ホッキョクグマ、俺は空いてるじゃん。どう、来そう？来ない。あれ、どっか行っちゃった？うん、あれ。次は島袋飲みたい。はい、ちゃん。うん、あ、息するのに上がるんだね。ほう。おお、見て。ねえ、来て来て。すごい。すごいね。すごいよ。おお。楽しかったね。本当だ、中学生以下無料だって。すごいよね。へえ、すごいね。安いんだ。以上免除。へえ。では動物園の撮影も終わりましたので、早速動画編集を進めていきたいと思います。今回ご紹介したいのがフィモーラという動画編集ソフトになります。以前ワンダーシェアのリカバリットというソフトもご紹介したかとは思うんですけども、そのワンダーシェアさんがやっている動画編集ソフトがフィモーラになります。で、どういうソフトかというと、初心者でも簡単な操作でプロが作ったような動画が作れてしまうというソフトなんですが、とにかく内蔵されているテンプレートが豊富で、簡単な操作でそれを動画に追加できるので、動画をこれから作り始めたいなと考えている方におすすめです。いろんな機能があるので、今回はざっくり動画編集にどんな作業が必要か、フィモーラを使いながらご紹介したいと思います。では動画を作る上でどんな作業が必要になってくるかというと、まず動画のカット、色の補正、音量調節、テロップ入れ、BGM の追加、最低限この5つが必要になってきます。この5つの作業がフィモーラでするととても簡単にできるので、今から実際に作業してみたいと思います。ではフィモーラのソフトを立ち上げるとこのような画面になります。
新しいプロジェクトというところを押して作業を始めます。ではフィモーラの作業画面がこんな感じになるんですけども、で編集画面が3つのエリアに大きく分かれていて、こことこことここの一番下のエリアですね、この3つに分かれています。でまずこの左上はメディアライブラリーになります。撮影した動画や画像、音楽など動画編集に使う素材を管理するエリアになります。画面下部はタイムラインになります。素材をカットしたりして動画を作り上げていくエリアになります。右上はプレビューウィンドウ、編集中の動画を確認するエリアになります。では早速動画素材をメディアライブラリーに読み込みたいと思います。でメディアライブラリーをクリックして動画編集に使いたい素材をインポートしても大丈夫ですし、あとは、こんな感じでドラッグ&ドロップしても入れることができます。はい、ではちょっと準備しておいたいくつかの動画をインポートしてみました。ではこれを次に作業スペースに移していきます。はい、でこの時に、今の設定が 1920×1080×25 フレームになってるんですが、メディアが、4K の 59.94 で撮ってるので、こちらに設定を合わせたい場合にはメディアに1をクリックしてください。 4K で作っていきます。ではタイムライン上に素材を入れましたので、ここからカットの作業に入っていきます。旭山動物園に向かいます。はい、あと15分ぐらい、すぐ着くね。近いね。うん、でカットするときはハサミマークのところでクリックをするとクリップが分割されるので、これで分割をしていきます。天気は予報通り良くないね。ちょうど良かったんじゃない、だから動物園で。そうだ ね行ってみましょう。不要なところはディレートで消していきます。バリバリ、こんな感じで必要な部分を残して不要な部分を消していく作業になります。でカットした後も微調整は可能で、カットした先も使いたい場合はこんな感じで伸ばしていくこともできます。右上の画面を見ていただくと、オーディオや色といったタブもありますので、ここで音量の調節、ちょっと大きいなと思ったらちょっと下げてみたりとか、あとは色ですね。まあ、ラット使いたい人はラットも使いますし、あとは明るさをちょっと調整したいとか、そういった時もこんな感じで簡単にすることができます。左上にいろんな項目があると思うんですが、今使っていたのがこの一番左のメディアというところで、使いたい動画をインポートしたりして使っていました。でストックっていうのが、まあ、こんな感じで動画を差し込んでみたいとか、このカウントダウンの動画よく見ると思うんですが、こういったものを使いたい時とか、まあ、そういった感じでいろんなテンプレートが入ってますので、こういったところからダウンロードして使うことができます。で、あと音楽ですね。音楽もものすごい数があって、それぞれなんかこう SNS 用とか、オープニングではこんな感じのもので、明るいトーンのものとか、いろんな項目から選ぶことができます。タイトルはよく使うと思いますので、ちょっとやってみたいと思います。ダブルクリックするとプレビュー画面にこれを使った時のものが出ますので。おはようございます、おはようございます、旭山動物園と書いてもいいですし、こんな感じでいろんなタイトルがあるので、おはようございます、見ながら選ぶことができます。このダイヤのマークがついているものはフィルムストックのプランへの加入が必要になるので注意してください。使いたい素材が決まったら動画の上にドラッグ&ドロップして使います。今ドラッグ&ドロップしたものをダブルクリックすると編集画面が出てくるので、この文字も変更することがもちろんできます。でそれと同じように BGM、 オーディオですね、こういったものも追加するんですが、
では音楽も決まったら動画の下に音楽が入りますので、こちらの下に入れていきます。でオーディオの大きさもこのような感じで自由に変えれるので、ちょっと試しながら調整をしていきます。おはようございます。おはようございます。さあ今10時崎山動物園に向かいます。はい、こんな感じです。結構簡単に直感的に操作ができるので、必要最低限なことはもうすぐにできるようになるかと思います。でその他トランジションですとかエフェクト、ステッカー、テンプレート、こういったものもあるんですが、簡単に説明するとシーンが切り替わるときに、使うのがこのトランジションというものになるんですが、これを真ん中にドラッグ&ドロップで置くとこんな感じで、今ディゾルブというものになるんですけども、使ったのがそういった感じでシーンの切り替わりができます。これもドラッグ&ドロップするだけなのですごく簡単に使えます。でステッカーなんですが、このステッカー一つ一つを自分で作ろうと思うと結構大変なので、まあ、こういったものがいっぱいテンプレートとしてあるととても便利だと思います。で例えばよく YouTube とかで見るサブスクライブとか、こんな感じの、これですね。でこういうのも全部こう画面上で動かせたりするので、こんな感じで右下にしてつけることもできます。結構かわいいテンプレートがたくさんあるので、ぜひこんなのも使ってみてください。矢印とかも結構重宝すると思います。で面白い機能も結構あって、おすすめはこのモーショントラッキングっていうものになるんですが、このペンギンに合わせてこれを追尾してくれるというものなんですけども、ペンギンさんにこのハートマークを追尾させたいと思うんですけども、こんな感じでペンギンさんをハートマークが追尾することもできます。結構かわいい映像ができると思いますので、これもぜひ使ってみてください。もう一つ面白い機能があって、この AI ツールの中のスマートカットアウトです。でここをクリックして開始します。こちらをクリックしてからこんな感じでなぞると、 AI が自動的にこう人型を認識してくり抜いてくれます。紫色になりました。はい、これでトラッキング処理中で認識を開始しています。はい、では切り抜かれた私の手を振っている動画の下に、例えば、ストックからこんな感じで動画を持ってくるとすると、まあ、あたかも私が電車に手を振ってるようなそんな感じの動画が、ちょっと違和感ありますけど、こんな感じで、合成を簡単にすることができます。ではこんな感じで動画のカットですとか、あと色補正、音量調整、BGM の追加、これができれば、あとは一番最後テロップ入れになります。じゃあちょっとテロップをどんな感じで入るかやってみたいと思うんですけども、まず一番最初まで戻って、この動画の最初ですね、車に乗ってなんかペチャクチャ2人が話してるところなんですけども、ここをテロップを入れていきたいと思います。テロップのボタンがこの T という自動字幕起こしのボタンになります。で選択されたクリップで字幕ファイルが SRT 形式で生成されるものになるので、これでひとまず作っていきたいと思います。自動字幕がつきましたので見ていきたいと思います。この上の水色のクリップが字幕クリップになってまして、これをダブルクリックすると詳細をこんな感じで見ることができます。
こんな感じでクリップごとにもうちょっとこう細かく分けたいときは、こんな感じで分けることもできますし、長さをこう調節することもできます。でテロップを一つずつ適用していくのも面倒くさいので、こんな感じでプリセットで、文字のデザインですねを変えていくことができるんですが、で全てに適用を押すと全ての字幕バーに適用されて、簡単に、一括で変更をしていくことができます。全ての作業が終わったら右上のエクスポートで書き出しをして完了です。こんな感じで、フィモーラを利用すると簡単に、まあ、作業工程は細々したものがちょっと多いんですけども、でも直感的に作業ができるので割と簡単にプロのような動画が作れるソフトになっています。とにかくテンプレートが豊富で初心者でも簡単に操作ができるように、なってますので、まあ、これから動画編集を始めたい方ですとか、あとはまあ今まで携帯でしてたけどもうちょっとステップアップしたいとか、そういった方にはいいソフトではないかなというふうに思います。で値段もそこまで高額なソフトではないので、まあ、初心者で始めたいなという方にも割と入りやすいなという感じがします。でマルチプラと1年間プランっていうのがパソコンだけではなくてスマホでも、空いた時間にちょっと作業したいなっていう方は、いろんなデバイスから作業ができるようなプランとなってますので、こういったまあ、パソコン一つだけじゃなくて他のデバイスも使いたいよという方はマルチプランと1年間プランがおすすめです。で永続ライセンスもあるんですが、今のバージョンのみの使用という感じになるので、バージョンアップの際はまた追加料金が必要になってきますので、まあ、今のバージョンでも十分ですという方は買い切りのプランもいいかもしれません。で気になる方は概要欄にURL も載せておくので、ぜひそこから確認してみてください。もう混んでる。でも入り口がすごい混んでる。混んでるね。ね、入るのにさ、もう10時半なんだよ。入るのにさ、こんなに並ぶなあ、すごいね。あ、11時からペンギンの散歩、ヤギ、モルモット、アザラシ、どこだ？とりあえずペンギン行く？どこペンギンが歩くのは？あ、ここっぽくない？みんな前？20分も待つの？踏まないように外側で見学をお願いします。カメラ、スマートフォン、赤い線の内側には入れないようにお願いいたします北極グマ。俺は空いてるじゃん。みんなあれか、ペンギンに夢中だから。え、わあ、いた。カプセル入り口。ああ。あら、こっちにもいるよ。ちっちゃいね。こういうことか。
空いてるね、うん、いいね。こっちもあんの？ジャイアントパンダ？人が入ってる、人が入ってるよ。すごいよ、レッサーパンダがいるよ。わあ、かわいい。泣いてるよ。次は猛獣館だ。次はシマフクロウ見に行こう。おお、でかいな。大きいね。大きなオカミって。大きいね。超でかいな。すごいな。へえ。すごい、初めて見た。ねえ。うわ、クマでか。おお、近いね、タンチョウが。結構大きいな。こんな近くではさすがに野生のは見れないもんな。なあ、へえ。タカかな？フクロウ？あ、フクロウ？すごいよ。本当だ。いるよ。あっち見に行ってみようよ。ほら、ワシミミズクだって。え、すごいじゃんこれ。大きさがこんなにあるんだね。シマフクロウまで。へえ。
くな。いるね。いるね。かわいい。これか。これこれ。かわいいね。暗いな。真っ暗。うん。他にはいない。他には巣に入っちゃってるのかな。いないね。いないな。いやー結構楽しいじゃん。結構面白いね。なあ広いね、うん、いいね。結構さ北海道じゃないと見れない動物が結構多いよね。そうそうそう、フクロウ系とかさ、オオワシとか、うん、ねえ、エゾモモンガも。ああ本当だね。面白い。面白いね。でかすごいじゃん、何これ。おいた、あそこにいた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 。お来た、すごい。おおおお、尻尾に毛が生えてる。おー来た上。あーすごい。あーすごい。すごい。遊んでるの？何してんだろう。何してるの？背中を描いてもらってるの？横になって。いやカバが一番楽しかった。カバすごかったね。すごかった。あんなふうに見たの初めてかな。下からね、カバがあんなにさ、そうそう、泳げるの知らない。なんか普通さ上から見てさ、うん、なんかこう寝転がってるか水の中にいて見れないじゃん、うん、すごいなここは。水の中でどういうふうに動いてるか。そうそうそう、 あんなに早く泳げるんだなあ。見れるから楽しいよね。危ねえ。すごい。でもカバー危ないんでしょ。そう、カバーすごい凶暴ね。そうそう、ボートとか襲ってるもんね。そうそうそう、めっちゃ速いからね、泳ぐの。わー、泳いでるよ。カバーすごい。カバー、レースしてるんですよ。綺麗だね。
いやすごいじゃん。ねえ、結構近いね。なあ。いやすごいね。ペンギンも大人気。大人気だね。けどやっぱカバだな。カバすごかったね。うん、すごかった。いや楽しい楽しい。ここは1000円だからな。1000円って安い。ソフト食べる？うん。黄色いな。結構ずっしり。いいじゃん。いただきます。わあ、おいしい。結構ミルク感が強いね。おお、そう。おいしい。いいね。斉藤牧場って書いてあって。うん。おいしいね。シャリシャリ系のミルク。うん。行きますか。出発です。出発。うん、楽しかった。楽しかったね。3時間もいたぞ。ねえ結構広いもんね。そうそう、アザラシ見忘れた。アザラシの出て気づいた。あれも有名なんじゃなかった。そうそう、なんか穴の中通るやつね。うん、でもさ他のもすごい楽しかった。すごかったね。ペンギンもすごかったし、カバもすごかったし、まあ、ホッキョクグマもすごかったし、そうそう、クマもすごかったね。いや、全部楽しかった。